旅の写真とか動画を実質無制限で保存できる方法を教えたいと思います。この方法は誰でも簡単にできて、 iPhone を持っている方なら全員できます。ということで、ね、今から紹介していきます。これはね、本当に使えるんで、皆さんもね、試してみてください。ということで、今から説明していきます。まず iPhone の写真アプリからシェアアルバムをタップ、そしてエディットをタップしてプラスマークをタップ、そして適当に名前を付けます。そして宛先は何も入れずにクリエイトをします。するとアルバムが作られました。今作ったアルバムをタップしてプラスマークを押し、自分が入れたい写真を追加します。そしてここは何も入れずにポストを押します。これだけで無限に写真を保存できます。